とうございますね。今カステラについてる薄い紙をいただきましたけどもね。ありがとうございます。これがいいんですよ、ね、ここが美味しい、これがね、東京でやっぱこれもらえるっていうことはラジオでももらえるか、いいですね。だから本体はもらえないけどもっていうことですね。この薄い紙に、うん、やっぱこの下のね甘いとこがついてますから、うん、手で爪でほじくります。あれはやっぱ、いや歯でしょ、歯か、え歯でいいか、歯でいったら紙もちょっと食べてまう時があるから、歯で薄くいって、で歯の間の線のとこだけ残るんで2周目の歯でいくっていうのもありますけどね。絶対それで綺麗にこのグラウンドみたいにね、歯によるやろ、グラウンドみたいに歯によるやろ、それ野球部みたいにやんのよ、トンボを当てるみたいな感じでね。ちょっとポケット入れてきました、あ、これありがたいです。毎回ポケット入れてるんで、いやあれ見てくれてますかね、僕毎回ポケット入れてるの。誰も見てないです。あれ見てない、あそこは、はい、誰も本当に、いやその自分がなんかもらいましたとこだけフューチャーされてるけど、その僕その後ちゃんと全部ポケットに、内ポケットにしまってるとこも、あのね、4次元ポケットのニュアンスね、あれどんなでかいやつでも、うん、そのスッてポケットに入れてるっていうところまでちょっと楽しんでもらいたいんですよ。ちょっとまあ隠しボケみたいなのいっぱいあるので、それもね楽しんでいただければと思うんですけども、ということでオールナイトニッポンですよ、はい、そんなことより、いや嬉しいですね。ね、駒場くんはもうラジオっ子ですからね、そうなんですよ、うん、しかもこの須田将暉さんの、はい、ね、枠をやらせてもらえるというのは枠をやらせてもらってるという感覚なんかな、まあ今日は僕らがやらせてもらうということなんですけど、ね、間違い探しやっていうことですよ。ああうまい、おもんな。ちょっとね、僕そういうなんかね、僕ねすいません、あのうまいこと言われるのあんま苦手なんですよ。苦手にさそうと思って、はい、嫌いなのよ、嫌いなこと言うたわと思いました。笑えへん、なんか俺は、俺は好きだ、あーしか言わんよ、だから、うん、あーそうそう、あーとかあーとかよーとかしか言わん、うん、そうそうそう、ね、俺も言うててもそう別に笑わんやろなと思って言うなよじゃあ。いやでも須田さん、いや、はい、ね、あの僕らお会いさせていただきましたよ、本当に。いやそうなんですよ、紅白歌合戦の時に僕らがね紅白に出させていただきまして、すごいが、まあ、僕らの方がおかしい。いや須田さんは合ってるんだもん、その須田さんが出てやるのは合ってる、俺らがおかしい、ことわざよ、ミルクボーイが紅白に出るっていうのはもうことわざ、ほぼことわざになってないことが起こるみたいな、あー、まあ、ことわざとして認定されてもいいと思う。いやそれぐらいでもおかしないぐらいですよ、ほんまに。いやおかしい、僕はね、演歌歌手の三山さんと一緒にこう、けん玉をさせていただくという、あれで出させていただきまして、その時に廊下でねこう僕ら立ってたら須田さんの方から、そうですね、面白かったですって言ってこう握手していただきまして、そんな日が来るとはびっくりしました、ほんまに僕、ほんで僕のね衣装やったじゃないですか、はいはい、漫才衣装、うん、緑の、若草柄の、スーツ、ダブルのスーツにそんな英雄に言わんでもいいけど、オレンジのネクタイ、苔色、はい、と言われてましたけど、うん、それ見て須田さんがおしゃれですね、確かにね、わけわからんくなりました僕、あれはひっくり返ったな。須田さんに散々いじられた、紅白に出てまず夢やん、うん、夢1な、これ夢1で、須田さんに面白かったですで夢2や、もうリーチよ、あ、夢3の夢2でリーチやのに、 おしゃれですね、でもフィーバー、夢確定、夢あ夢やと思った俺は、ほんまにあれで、あー、完全夢、うん、そずっと言うてるやん俺は、なんか夢ずっと言うてるんですよ、でもそのなんかまだ言うとるんかいみたいなこと言われるんですけど、言わしてよ夢8月までは言わして、言わしてよ、頼む、夢やって。8月ぐらいまで言うとおもろいよね。いや、夢やっていうのと、その今わけ分かってませんっていうのは、もう俺らは8月まで言うの。これは確定なんですよ。秋口まで言うてたらおもろいよ、これは。これでも、ほんまなんやもんな、マジで。いや、そう、なってみてくださいよって、そのこっち側に。わけ分かへんからって。そうやで、ほんまになんか。まだ言うとるわじゃないんですよね。ちゃうねんな、だから。もうってそれも、みたいな。昔の僕らをほんま知ってれば知ってるほど、みんなびっくりしてくれてるんですけど。知ってくれてる人はね、分かってくれると思うんですけど。そうなの。だから、もう夢というか、ほんま多分な、もう死んでんのよ。うん。もう、これはね、もうなんか、縁起悪い話とかそういうんじゃなくて、うん、多分、二人ともなんか、こう、競り上がりのな、M1 の競り上がりの時に、ね、はい。緊張しすぎて多分気失ったかなんかで、うん、死んだんです。そうなんですよ。ほんまなんです多分これ。でそれでそのなんか売れたらこんなしたかったなっていう二人のこの思いがこう今ね現実界をさまよってると言いますか。まあ、これねその聞かれるたび何回も言ってるじゃないですか、うつみくんが。僕も思ってますから、ね。なやこいつはとかじゃなくて俺が先に言うてるだけで、そう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 、
そうそうそうって俺全力で相槌打ってるから、ね、横で。でみんながおめでとうおめでとうって言ってくれるっていうのがなんかほんまもうなんか。そうなんですよ。だから見舞いに来てくれてるみたいな。これも夢のオールナイトニッポンというか。そうですよ。今も僕らの憧れで。わけわからないです。やってるってだけでしょ。でも嬉しいですね、ほんまいろんな方に。いや、お会いできて。誰が嬉しかったですか？あ、紅白の時もね、はい、いろいろお会いしましたけども。紅白だってあの時な、一気にですよ。皆さんお会いしたの。だって、僕、だって綾瀬はるかさんと内村さんと、嵐の桜井さんの横に駒場がいましたからね。それが、50秒くらい映ってましたからね、それ。あれ映ってた。フォーショット駒場映ってました、あれ。いや、その確認だけしてください、僕。最初、僕ら、けん玉する人、DJ コーさんとかね。そうそう。ノンスタの石田さんとか。そこまでは理解できる。全員並んで。まだ、なんとか。理解できる。で、初めて出させてもらいます。ラグビーの方とかね。理解できた。はい。で、それで僕らはけん玉しに行くから、はい、駒場だけがけん玉しないから、居残るんですよね。そうなんですよ。うん。だからそのフォーショットが。あれどうなるか。だから僕はまたけん玉側でなんか応援、最初の方は応援するって聞いてた。一番最初は紅白出るけど、内海さんはけん玉ができるけど、僕何もないんで。うん、まあ僕、まあ筋肉鍛えてるから、後ろでなんか、ちょっとタンクトップでもなるんですかねみたいな感じでやったんですけど、うんうん、全然ちゃうかったですか、うん、聞いたら。で、聞いたら、その、司会の横に立ってくださいみたいなことになって。そうやった。で、一番成功したら、成功したらね、その、けん玉全員皆さん成功したら、僕も舞台の方に、司会者のところからわーって言って。みんなで舞台上でやったーって喜ぶ。で、そのまま履けてください。そのまま終わるっていう。けん玉の方で履けてくださいってなったんですけど。リハーサルからそうやったんですよね。はい。うん、今回ね、ちょっとその、ね、そうなんですよ。成功ならずということで。ちょっと失敗しちゃいまして、まあしゃあないんですけどもね。そう、しゃあない。全然しゃあないんで、うん、全然いいんですけど、うん、その失敗した時の、あの、リハーサルというのは僕全然してなくて、もちろんそんなね、やらないじゃないですか。だから、失敗したってなって、うんうん、僕もまあ失敗したの見ましたけど、これ先聞いてないっていう。だから一応桜井さんの横で僕は一応ニコニコして、マイクをご機嫌に持ってたんですよ。ほんなら、下のスタッフの人が鬼の形相で早く開けてください、次の曲が始まるんで早く開けてください、駒場さん、すごい形相で言われて、漫画みたいに開けて、僕はピューンって一回ジャンプしてた、ジャンプしてトムとジェネみたいな、一回眉毛が輪郭の外飛んで一回外飛び出して、いや、あれ、ワロさん、俺だからどうするやんと思って、前向いてたから、失敗したって分かってない。会場がわーってなったから、どうするやんと思ったら。そうそうそう。聞いてない。だって、そう、失敗のリハなんかしないから、そんな演技悪いことしないじゃないですか。で、だから、成功したら皆さん、下手の方に、その、けん玉オールスターズですか、うん、なんか、の方と下手に履けるってなったんですけど、失敗したから僕はその、鬼の形相で言われたんで、もうどこ行ってもいいか分からんから、とりあえず上手に履けたよ。それ行くしかないもんね。一番近い方の袖に履けたんですけど、あの、誰もいなくて、こんな大人がさっきまでいたのに、その袖には誰もいなくて。すごい経験したよ、ほんまに。何ですかみたいな感じになって。なあ。何ですかって言われて。知ってる人がおらんと。いやいやいや、真っ赤っかやったと思いますよ、ね、顔が。あとあれやん、あの、楽屋お見舞いとかなんか。あ、ね、そうですね。あの、あるんですね、楽屋お見舞いみたいなの。あるんですよ、恥ずかしかった。こっち何も持ってないから。手ぶらでね、ちょっと申し訳なかったですけど。なんだあれ、もう、ね、なんか持っててよかった、ほんまに。いや、なんかあったらええってわけじゃない。一応、ちゃんと中ちゃんとあるもんね。あかんけど。で、ミーチャさんね。そうです。ミーチャさんのね、マネージャーさんがね、楽屋に。持ってきていただきまして。モナカですかね、なんか僕らのなんか、ネタをちょっとこう。モナカはとかですよね。2個食われへん言うてんのに、その、みんなモナカを持ってきていただけるということで。ありがたいんですけどね。そう。その後で廊下で僕ら、うん、その待ってたら、ほんまにミーチャさんが通りはった、ね。通ったからね。で、僕も、あ、ミーシャさんやと思って、ミーシャさんありがとうございますって言ったんですけど、生まれて初めてミーシャさんって言いましたね、僕は。言うと思わんかったから生きてて。いや、1ヶ月前までは言うと思ってない、そんな。ミーシャさんありがとうございました、なんか。口がびっくりしましたよ。ミーシャさんもう、はぁみたいな顔しなかった、ほんで。あんまピンときてなかった。まあまあピンときてなかった。ミーシャさんって言えたと思って、俺も。よう構わんかったな、ミーシャさん。いや、そうやなぁ。いや、まだまだね、いろいろ話ありますけども。まあまあね。はい。では、そろそろ、行きましょうか。はい。あ、ミルクボーイの、オールナイトニッポン。こんばんは、ミルクボーイの内海崇です。駒場崇です。ということで、はい、
本当に始まってますよ、これ。この歌でね、始めれるっていうのは嬉しいですよね。まあ当たり前なんですけど。これは歌なのか、このリズム、このリズム BGM、すごいですよ。ほんだから駒くんね、さっきも言いましたけど、ラジオ好きと言いますか、はい、ちょっとこれちょっと聞いていいですか。いやいやいや、これしばらく聞きたいです。いや自分で帰ってきてよ、それは。いや、それぐらい嬉しいな、はい、ほんまにもうラジオ好きで、ずっとラジオ聞いてまして、僕だから次の日とか終わった時に、はい、昨日のラジオ聞いたってよう言われますけども、ほんま。そうです。あれやめてもらえません、もうなんか。戦後の子供みたいな。昨日のラジオ聞いたかって。なかなかこの現代でさ。娯楽がラジオしかなかった時代の。でもほんまに聞いてるもんね。聞くっすね、うん、大阪でも。やっぱね、でも、ダイアンさんの夜な夜なも聞きますし。はいはいはい、はい。夜な夜な、火曜日の増田岡田さんの、増田さんの夜な夜なも聞きますしね。うん。いやー、水曜日は聞きますよ。増田さんの聞いてるのレアみたいな感じないの。増田さんのも聞きますよ。いや、みんな聞くやろ、それは増田さん。あと、兵道さんのね、ポワッとええ感じという。お世話になってますよ、僕ら。お世話になってますよ、兵道さんの。兵道さん、お昼のラジオやけど、こう、なんか、話をね、うん、こう結構、攻めてはるというか。あ、そうなんや。そうなんですよ。そこから仕上げていってる感じが。いいね。いや、もう僕もめちゃくちゃ後輩ですけど、すごいなと思って。面白いですし、あと、メッセンジャーさんのね、うん、それやけメッセンジャーっていう、ほうほうほう、土曜日にやってるんですけどね。それがまた。で、メッセンジャーさんのラジオ、お二人、とあとあのアシスタントの女の方がいるんですけど、うん、それ土曜日やってて、うん、今この野球がやってない時ですか、ナイターオフっていうんですか、この時期水曜日に相原さんだけ、うん、あと今、令和北南の河野くんと一緒に、うんうん、あとまたアシスタント人とやってる相原さんだけのラジオもあるんですよ、うん、その時の相原さんまたね、その2人の時とまた違うっていう。なるほど、またちゃうわ。2人の時と1人の時とメッセンジャーさんの時とやり方が違う。違う。ほんで木曜日の松井愛さんの少し愛してっていう時の関西の相原さんまたちゃうんですよ。これ恥ずかしいね、全国やろ。相原さん関西の話やめろ。関西の話やめろよ。うん、いや、それぞれねすごいんですよ。そうですよね、そういうのも、はい、僕らも関西の方でね、ラジオやらせていただきまして、うん、ミルクボーイのプロテインラジオというのをね、そうですよ、これ M1 前日にやらせていただきまして、すごいタイミングで、ほんまはねもっと前にオファーしていただいてたんですけども、はい、たまたま M1 前日ということで、そうですね、うん、なんか筋肉に特化したラジオということで、前半は普通に喋って、うん、後半なんかほんまにねスタジオにトレーニングのラック、そう、これね、でもよく間違えられるんですけど、別に僕らの企画じゃないんですよね。そうなんですよ、なんかもう最初からこういう企画でトレーニングのラジオがあって来ていただいて、はい、だからね、それ別に僕らがやりたいって言ったわけじゃないっていうのを、うん、名前はね、ラジオやりたかったですけど、うん、ちょっとそれだけ言うときたいな。なんで言うときたい。でもなんか結構ちょっと評判というか、良、ね、かったので。だ今の前日の方が良かったですね。うん、そうですね。で、なんか一曲だけかけてくださいみたいな曲を、ね、いただいて、僕これ、普通にボディービルの大会の時の表彰式って、なんかのクイーンの、うん、We Are the Champion が流れてますね。うん、あれが流れて、なんかまあ、いつもそれで表彰式で終わるみたいな感じなので、うん、まあ、プロテインラジオなんで一曲好きなの選んでくださいって言われたときに、それをかけ、させてもらったんですけど、はい、その次の日ね、我々チャンピオンになってますから、ね、なんかつながってたんや、すごい偶然、ダサい、ダサいですよね、あれ。でもね、なんかあれ聞いたよ、駒場くんがインスタグラムをあ、はい、やってるんですけど、はい、そのだいぶ前やんね、何年も前にやってるんやけど、もうそうですよ、4年1枚目に上げた写真がモナカなんですよ。これ意味わからんな。これはだからいよいよほんま夢の可能性が出てきましたんですよ。ほんまになんかが繋がり始めてるっていう、ここアイスモナカ、別に思うこと一個も書いてないですけど、その美味しいみたいな。アイスモナカ美味しい。しかも変な暗いところで写真撮って。あ、なだいぶ前やもう。だいぶ前。その映えとかの前や。初期もうほんまに始めたてぐらい。へえ。ちょっとよくわかんないですね。なんでそう繋がってきてるのか。うん。まあ、すごいよね、ほんまに。まあまあまあ。うん。ということでね、ちょっと自己紹介といいますか、はい、まあ漫才はね、皆さん見ていただいたと思うんですけども、個人の知名度はね、まだまだということで、どっちがどっちかちょっと分かっていない方もいらっしゃると思いますんで、うん、はい、ちょっと軽く声を聞き分けていただくために、自己紹介ということで、はい、僕が、今喋ってる方が、うつみと申しまして、コーンフレークやないかっていう方ということで、これ、もう最近あれですよ、僕、サインにもちゃんとコーンフレークやないかって書かせていただいてますんで、ね、たまに、ほな、コーンフレークちゃうやないかっていうレアなやつを入れてますんで。否定版もある。ちょっとまたサインをね。どういう使い分けなんか、あれは見ててもよくわかんない。ちょっと可愛い子とかには、ほなの方にしようかな。気持ち悪い。気持ち悪いな。
そうです。これはね、僕ちょっとでも今声がね、そうやね。申し訳ないんですよ。不本意なんですよね。確かにな。申し訳ない。もっといい声でやらせていただきたかったんですけど、ね、年末からね、ちょっとその紅白とかいろいろ忙しくて、はい、で正月は漫才9ステージ、そうですね、2日は8ステージ、3日また9ステージとか。うん、いろいろあってちょっと声の方喉をだいぶもう回復した方なんですけど、これでもなかったからな。そう、今まで僕らそう今までね1日2ステージにしか耐えれる喉じゃなかったので、それもほとんどなかったですよ。1日にええ格好していましたけど、うん、だいたい2ステージだったら次の日休みやったもん。そう、もう基本は1回、うん、基本1回でしたから、ちょっとね9回はなお聞き苦しいかと思いますけど、はい、申し訳ございません。そして、あ、けん玉ヒーローズ、うん、さっきのね、はい、紅白のけん玉ヒーローズっていう名前です、ね、の、7番の方ですね。オールスターズみたいに言ってましたよ、ね、けん玉7番を僕ゼッケンつけました。7番あれね、なんかそれは正式なギネスのルールやから言ってもいいと思うんですけど、はいはい、なんか9番までに失敗したら、うん、もう一回やり直せるっていう普通の正式なルールがあるらしいんですよ、はいはい、だからあの失敗7番なんで失敗しても大丈夫ですっていうなんか、はいはい、謎の振りがありまして、振りじゃないと思うであれ別に失敗できるかと思って、せやな、それはもう決めさせてもらいましたけども。でもなんか顔が決まってたっていうのを聞きましたよ。あ、マジ決めた。あ、俺の作り顔いけてた。役者 俺その桜井さんの横におったから見てないけど全然それとかじゃなかったから緊張してな。緊張して、おお、そうです。そう、それが良かったっていうのを聞きましたよ、はい、顔が。まあ僕はそういうことですかね。はい、そして僕駒場ですね。僕がまあおかんの物忘れが激しいと、うん、いつもおかんが何か忘れてねっていう方ですかね。はいはいはい、はい、でもおかんにもそのねやっぱずっとおかんおかん言うてるんで、うん、だから LINE が止まらんと。あ、おかんの、おかんの LINE がすごいやんか。で僕もだからサインにも一応僕はおかんって書くようにしだしましたあれ意味わからんねんあれやめえほんま、コンフレックやないかって書いてるんで僕はサインの上におかんって一応、もうだって3人でやってるようなもんじゃないですか。あ、もう取るよ。おかんがいつも入ってきてるんで、うん、一応サインにもおかんっていう書くようにしてまして。なるほどね。はい、あとそうですね、このサンデージャポン、サンジャポ、あ、出させていただきましたよ。出させてもらった時にあのジャケットをねちょっとボディービル僕やってるので、うん、ちょっと見捨てようってなって、ほうほうほう、でジャケットだけ脱いだんですよ。脱いでたね。その時横にいてあった田中みな実さんがね、うん、上着をこう持ってくれて、うん、で僕まあ下に置こう、全然下に置くつもりだったんですけど、うん、なんか取ってくれて、うん、でデレデレしてた方ですね僕は。デレデレしてたあれ。なんかええー、と思って。あ、持ってくれ優しいみたいな。ほんですぐもうもらいますってすぐ返してくださいって言ってるんですけど、いや大丈夫です大丈夫ですってずっと言ってくれてあって。で今も持ってはるんかなとか返してもらえよ困るよ。なんかそういう感じになってましたね。あ、そう、はい。でもあれなんで脱がへんかったんですか。その裸にはならんかった、なんか白シャツ T シャツなっただけでなんか腕だけ見せて、いやいや終わらそうとして、いや分かるでしょ僕そのだから僕筋肉が別に面白くと思ってないんですよボディービルが。だから言っちゃいますそれもう。いやまあ嬉しいですよ、そのボディービルやってるのは好きですけどトレーニングはだからそうやな、ちょっとでも説明書というか難しいでしょう、ちょっと言うとこうかそれは。コウマ君はその筋肉芸人じゃないんですよね、もともとそのなんか脱ぎたい脱ぎたいのその筋肉さんとか、はい、そうそうサバンナの八木さんみたいな、はい、見てくれ見てくれみたいなタイプじゃないんですよね。じゃないんですよ、そのただ鍛えてる人が漫才してた、たまたまボディービルしてるやつが漫才してたっていうだけなんですよほんまちゃうもんな。それはね最初の方はやっぱ鍛えてたんで、なんかちょっと脱いでどうのとかやりましたけど、うん、その面白いことがやっぱ一個もできないというか、その筋肉の料理の仕方が一個もわからんというかね、うん、だからやっぱやっとこれでこのまあ漫才で賞をいただいて、うん、もう脱がなくてもいいのかなっていうのは僕は思ってるんですけど、ね、あ、でもだから今から脱げるなっていう人もおるやん。そうそう、そう言ってくれる人もいてんだよ、その脱ぐ番組もあるなーっていう。でもその優勝してから忙しくなったというか、まあまあなんかね今までと生活が全部変わって、うん、ジムに全然行けてなくて、うんうん、もう5キロ痩せまして、うん、ガリガリになってきましたんで今からやなっていうのがもう全然ダメなんですけどそうやな、見せなあかん時にちょっとこう筋肉なくなっていって、そうなんですよ。なのでまあまあそのまあ筋肉ね、いや筋肉面白い人もいるんですけど、そう筋肉さんとかも筋肉さんが面白いですから。あ、そうやな、細くてもあの人は絶対面白い。なるほどなるほど。だから筋肉が全員万能で面白いというふうには思われんといてほしいなって思うんですよね
この放送で。それだけは言いたい。だ僕、そうなんですよ。うん、ねえ。もうだから、脱ぎたないんか。そう、なんかね、この。筋肉って言わんとこ。別の、なんか性格というか。うん、その、筋肉の自分と、そう、芸人の自分と。難しいんですよ、これが。だって俺がさ、さ、うん、まあ、一個のまあ、武器でもあるからさ、はいはい、駒場くん鍛えてるんですよ、みたいな、うん、そういう話入るときあったら言うけど、なんかちっちゃい声で、いやいやって言ってる。なんだあの謙遜。いやいや。いやいや。いや、それ、すごいんですよって言ってほしいけど。意地悪やで、あれ、その、鍛えてるんですよって言う時の言い方が、だから俺、いやいやって絶対言うようにしてんねん、その。いやいやって言ってブレんのよ、その。いや、ほんで、やっぱボディービルは夏やから、シーズンは。ああ、そうや。そう、冬場に脱がされるのは、これはボディービルダーの方聞いてたらわかりますよね、皆さん。聞いてないね。もう寝てるやろ、ボディービルダー。冬場に脱がされるのはね、ちょっとちゃうんですよ、不本意なんですよ。あ、だから夏がピークやと。夏やったら大会もあるからみんな日焼けもして、焼けてるんで。で、絞ってるしね。なるほど、なるほど。まあまあ、脱ぎますかって思うんですけど。そう、冬はもう別にそういうことじゃないから。ああ、そっか。だかほんまね、よう言うけど、ほんま、夏頃なったら僕ら全然受けへんくなるもんね。そうですよ。駒場がもうカリカリの黒黒になるので。そうですね。病気してるんかって。病気この人ちょっとやばいんちゃうかみたいな。ほんまにもう、ちょっとどうしようかなって考えてんのよ。うん、ああ。だせっかくこの今からこういろんな人に知ってもらうタイミングで、うんうん、夏頃初めて見た人はその黒のカリカリが、もう普通と思われるやん。あで、でも今ぐらいから知ってる人は夏のその状態見たときに、忙しすぎてこれ大丈夫かってなるんで、ちょっとボディービル今年どうしようかなというのがあるんですよ、ね。おやめたらいいんじゃないですか、もう。いやいや、そんな、すぐ言わんといてよ。え一緒に考えようやん。話さなあかん、それ。わざわざ。まあまあ、考えますけど、うん。でもちょっとね、そう難しいなと思って、はい。あ、そうですね。そのサンジャポで言った僕、あの、壇蜜さんに、ええ、この首のね、後ろの僕、このお肉あるんですよ。はいはい。なんて言うんですかね、この後頭部の。ちょっとね、たるんとしたとこ。太ってる方やったらわかると思うんですけど、はい、線がいってる、ここを、なんかね、ムニムニしていただきまして。そう、気持ち悪いね。なんか、あ、すごい柔らかそう、みたいな、この横でムニムニみたいな。ああ。だから、後ろでフワちゃんがこう、触ってくれたらフワちゃんが触って、その流れで、ノリで触ってくれて、ムニムニしていただきまして、こう、角がもう、ビンビンになりましたね、僕は。どういう意味？角という角が。角という角。はい。まあそうですね。そんな、あんな方にね、触ってもらうことないですか。いや、嬉しいわ、ほんまに。あーみたいな言ってましたよね。その CM 中によ触られながら。あー、うん、あーみたいな。言ってましたよね。ちょっとね、声を上げさせていただいたんですけどね。まあまあな、はい、確かにそんなこともないですからね。うん。いや、いろいろね。まあちょっとね、まあ、聞きながら、聞いてるうちに、はい、見分けていただきたいなと思います。お願いします。さあ、ということで、せっかくの生放送ですので、テーマを設けまして、メールを募集したいと思います。今夜のテーマは、こちらです。クズ。うん。短すぎてね、ちょっと忘れましたね、そのタイトルというのをね。なんかエコーをかけるタイミングが難しかったよ。クズということで、うん、まあ僕らね、一応、苦節12年と、はい。ほぼ言われてますけども。言われてますよね。これね、ちょっとちゃうんですよね、正確に言うと。違う。実は。うん。実はその間に、5年ぐらいですかね、うん、そう全然漫才をしてなかった。そうですよ。クズ期間っていうのがありましたね。2010年11年ぐらいから、はい、2015年16年ぐらいまでの間が、うん、ほんまに何もしなかったの。新ネタも作らない。何やったの。ネタ合わせもしないね。うん。まあ、ネタ合わせしても別に喧嘩したとかそういうわけじゃないんですか。そうなんですよ。何が嫌とかでもないんですけど、うん、ねえそのほんまにやることなかったですね。ネタ合わせしても喋らんし。うん。ありネタばっかりして。で、ありネタばっかりやからね、もうすぐ落ちますしね、そのいろんなオーディションとか。オーディションも落ちてました。劇場のメンバーからも落ちて、うん。というのがありますので、まあなんかそんな、皆さんもね、その、クズな人ばっかりじゃないと思うんですけど、クズの方も、おれば、うん、クズエピソードをちょっと、あ、いいですね。教えていただきたいなと思うんですよ。まあまあ、それぞれあるんじゃないですか。その、プチクズでもいいですしね。ああ、なるほど、なるほど。うん。可愛らしいクズな感じとか、はい。そうです、そうです。その、めちゃくちゃ重いクズじゃなくても、うん。プチクズでもいいですよ、別にね。はい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 。はい。僕らが酔ったような。あ、なるほどなるほど。はい、僕らがね、うん、クズの時代にしてたのは、僕はクズの後輩芸人を集めて、はい、クズの会というのをね、作ってました。もうそのままなんですけども。言うてるやん。でもちょっとだけ過酷しようということで、うん、9、漢字の9に頭でクズの会という。一応あったんですよ。かっこいいな。うん。クズの会っていうのを作ってました。はいはい、はい。僕でしょ
ストライク佐竹でしょ、うん、ガゼル西口でしょ、おうおう、ジャンボ門田、言うな言うな、それこそそれこそ言うなよ、こんなとこで、ホリタンでしょ、ホリタン川添社長、ホリタン川添社長とか、あ、いましたよ。いやいやいや、みんなにもうずーっと競馬して、土日は競馬、ほんで地方競馬も平日して、月曜だけちょっとお休みいただいて火曜から金曜まで競馬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 で、その競馬終わったらもうパチンコパチンコということで、すごいですね。で、麻雀とかしないです僕、ほんまに。いや、それ別にほんまにって強く言われてもそんなええなぁと思わんけど、ほんまに競馬とパチンコもずーっとしてましたね。あ、ずっと言ってたやろ。いや、僕はその時は僕ずっと先輩と淡路島にいたので全然わからないそのどういう現状だったかわからないです、大阪の現状が。すいません、大阪からね1時間半ぐらいで車で行けるんです、淡路島がね、うんうんうん、でいろんな先輩にこう連れてもらって、うん、ほんま週6日、うん、淡路島でバーベキュー、うん、パラセーリング、バナナボート、うわ楽しんでるな。いやー、ずっと行きましたね。ほんまに行ってたもんな、ほんま嘘じゃないな、収録ほんまに淡路島から大阪通ってたっていうぐらいでしたからね、うん、ただ日替わりで先輩のバーベキューに参加して、はい、全部写真写ってたもん、ほんま。いや、ほんまにまた写ってるわと思って。ほんまにそうですね。だからそれが別にお互いどうこうじゃなくて、僕もその、うん、あ、淡路島行くんやったら競馬できるっていうやったやった、まあまあね、でしたよ。僕はほんまにその時期はね、僕はその出勤と思ってましたから、淡路島に出勤してると思ってたから今日も淡路島行こうお仕事みたいな感じで、今日も淡路島今日も行きますっていう、すごいねほんまに。いや、そうですよ。でもなんかそういう感じやったのに、なんか正月とかはさ、うん、メールし合ってさ、うん、今年は頑張りましょうってあれ何やったん、ほんま、あれはな、今年こそは売れましょう、今年こそは売れましょうって売れるかそんなやつら誰が唯一このつなぎ止めてたところなんですかね。あ、そうやな、うん、今思えばね、うん、まあ恥ずかしながら一応、あ、なかなかね、コンビでその正月におめでとうみたいなの送らない、うん、あんま言ってないですもんね、うん、だからそう、どっからかっていうのは今日よくわかんないですよね、そのなんで急にそうなったかっていうのは。確かに確かに、だからほんまの幻に包まれてた感じですよね、うん、あんな長い5年もそんなさ、サボれる、普通サボろう思ってもサボれへん、しんどいでサボんのも5年って何やったんやろほんまに。絶対やめるしね、5年サボってたら。そうそうそう、3年ぐらいでやめれるもん、やめるっていうのはやめましょうっていうのもありますけど、うん、でどっちもがそのそれぞれを楽しんでたからじゃない、それこそクズも満喫してたの、うん、クズも飽き、さっき飽きてたらやろうやってなったら、いや、いや俺まだクズやねんっていう、あ、俺淡路島あねんって、で淡路島飽きてたら、うん、いや俺まだ競馬したいねん、なるほどな、あるけどさ、はいはいはい、どっちもが多分5年楽しんだからちょうど同じぐらいだよね、確かに、うん、なんかね、もうクズに飽きたというか僕も、いや、いろいろありました、そのクズ期間。僕、今思ったら、ほんまに、クズすぎてというか、なんか、ポールダンス習いに行ってたからな。あれ、何やったやろな、あれ。なんで一回ポールダンス一回習い出したの、習ってたね、なんか、ポールダンス今度行くね。なんか、これもゲーやーと思って、なんか、そのポールダンスの、なんか、家の近所のなんか、レッスンとか行って。うん。だって、ほんまに、めっちゃ変わったもん。その、昔より、その、まあそれがね、クズの、俺はもうクズやで、クズの会って言ってるから、うん、淡路島がクズというのかはちょっと分からへんけども、いやいやいや、そのだってずっと長渕剛さんが好きやったんですよ、うん、駒場は。で家行ってネタ合わせしてもずっと長渕さんの曲がかかってるみたいな状況だったの、うん、そのなんか急に変わった時期に行ったらもうパフュームさんしかかかってなかったもん、ね、こんな人は変わるのかって。いや、パフュームさんも全然いいんですけど、いやすごいですよね、その長渕さん聞いてた方が、ギャップがな、ギャップでね、なんか革靴とか履いてたのに、うん、なんかムートンブーツみたいな、そうですね、ムートンブーツみたいなの履いて、なんかくるぶしに蝶々のシールのタトゥーみたいなの貼ってましたやばーと思った、死んだと思った。ほんでポールダンス習ってたからな。何何どうしたどうしたって。いや本当にね、あれはなんかそのなんかやってた、なんかやってたあの時期。あれはね、そのバズライトイヤーが自分がおもちゃやって分かった時にちょっとなんかなよなよするとこがあるんですよ、トイストーリー1で。あの時と全く一緒の心境でしたね。分からんな俺。分からん。誰か分かってるか。分かってますよ、ね。誰もピンときてないな。なんか一人おったらいいわ、バズライトイヤー全国で一人おったら俺でしょ、分かるでしょ。あの感じ、うん、なんか急に女の子のおもちゃと遊び出す時があるんですよ、トイストーリー1 で自分がおもちゃやって分かった時に、うん、まあだからその時の感情と一緒やねどの時がよ、自分に置けるどの時が、
そのムートンブーツ履いてタトゥーシール貼った時やっぱ女の子やったなその時がなんで女の子になってんのなんで女の子にまでなってまうそれもお笑い、それもお笑いや、それもお笑いわからんなぁ。いや、要は、ね、まあまあね、そういう時期もあったんですよ、ほんま。だからこそ、今をこう、うん、夢やと、僕らは言ってもらえるっていうのをね、ちょっとね、こんなだからないでしょ、その、聞いてる皆さんでそこまでのクズっていうのはね。うんうんうん。なかなかですよ、これ。だから、皆さんね、はい、現在、クズ時代の真っただ中で息をする以外にしていることとか、うん、かつてのクズ時代の日々などこんな風に過ごしてましたとかね、はい、周りにいるおすすめのクズとか、2020年のクズ正月の報告いいですねこれ、こんなクズな正月を過ごしましたみたいな、はい、などありましたら、あなたのクズエピソードをお待ちしております。宛先はミルクアットマークオールナイトニッポンドットコム、ミルクアットマークオールナイトニッポンドットコム、ミルクのスペルは MILK です。東京千代田区有楽町日本放送から全国36局に向けてお送りするミルクボーイのオールナイトニッポン、最後までお付き合いください。ミルクボーイのオールナイトニッポン、この番組は奥村組、ウィッチズポーチ、インディード、味噌カツヤバトン、キャンメイク東京、信用金庫、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町以上各社のこれ無理やろ、これいいとこやね、これ聞いてる、これ言えんの羨ましいなと思ってた俺、これごめんなさい。これいいとこ言うてよ。各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。はい、それでは本日最初の曲なんですけれども、何ですかこれ。僕がちょっとかけさせてもらうやつなんですけどね、ちょっと僕のあの奥さんが、初めてこれね歌ってくれてええなと思ったんで声かけますね。うわちょっとなんか詩的な感じで使ってるやん、もう、奥さんが向けて寝てるよな、もうな、ダッサいな、なんか聞いてるか、うわ奥さんな、かけるでかけろよ、早くかけろよ聞いてるか送ってな、なんか来たの、いきます、ほんまに送ってきて、ケンナオコさんで夏を諦め。ミルクボーイの宇都宮隆です。おまま隆です。毎週月曜日この時間は須田まさきさんのオールナイトニッポンをお送りしていますが、今夜は我々ミルクボーイが担当させてもらっていますということで、はい、メールがね届いてるそうですけど、これこういうの嬉しいですよね。嬉しいですね。僕らなんかね、あの5月ぐらいまで吉本のね、はい、なんか公開生放送のラジオでね、ちょっとなんか軽くやらせてもらってたんですけど、はい、あの1年やりましたけど、はい、いつもメール来なかったですからね。すごいですよあれで、あの毎週すごい、ね、ガラス張りでなってて、はい、公開のブースで普通人気者のとこそこ人だかりできるんですけど、誰も見てなかったですよ。ほんまに誰も見てなかった。5月まで、つい最近までよ5月ずっといじってたもんな、それな。だからいっぱいいるような言い方をしたりとか、押さないでくださいとか、ガラス割れますんでとか、ずっと嘘で言うて、あんな悲しいことないやん。いやー、初めて。見てなかったですからね。メールが来たということですね。はい。ちょっと呼んでくださいよ、この。いいですか、はい、嬉しいの。はい。ラジオネーム、味噌クリームコロッケさん。ありがとうございます。おはようございます。うつみさん。え、あの、須田まさきさんからおしゃれだと褒められるのは本当にすごいことです。お、俺どうす。いいですか、うん。須田まさきさんが言う、おしゃれですねは、我々一般人が言う、うん、あなたはお釈迦様ですかと同じぐらいすごいです。お二人は一回死んで今天竺にいます。よかった、成仏できてた俺、よかった、地獄じゃなかった、死んでるのは死んでたんや。どっからのメールこれ、じゃあもう下界からかなんでしょうか、通じてるんやな、通じたんかな。あ、天竺に行けてるんですね、僕たち。行ってるんや、やっぱ。よかったよかった、改めてこれね、再確認できたというか、教えてもらったってことですね。死んだというのは。死んだんですってことですね。あ、よかった。はい、ありがとうございます。じゃあ、僕も読ませていただきます。はい、東京都狛江市の、ラジオネーム、スイカ蜂蜜レモンさんからでございます。うん、駒場さん、筋肉で笑いを取ろうと思わない。そうおっしゃいましたね。はい。あなたのインスタ見ました。
2016年のハロウィンのマッスルポーズの投稿です。はい。筋肉が一番の仮装。来年はもっと仮装しまーすと。は？めちゃくちゃ笑い取りに行っとるやん。嘘ついて、あばら刺身にして食われたいんかっていうことで。言ってないやん。大怒りのメールが届いてます。そんな怒れなあかんねん。いやいや。これどういうつもりで書いたんですか？筋肉が一番の仮装。いや、だから僕は筋肉面白いと思ってないですけど、そのハロウィンの仮装をもっと別に面白いと思ってないので、その筋肉が一番の仮装でしょっていうのを、だからいろんな方面にこう、トゲ刺しまくってたというか。なるほど。あ、そうや、16年言ったらやっぱまた尖り直した時期でもありますね。そうですね、その、まあ仮装をいろいろするけど、うん、結局自分の体を変えるのが一番おもろいでしょっていう仮装で言うたらね。うんうんうん、仮装で言うたらよ。仮装のレベルで言うと、ボディービルダーって一番面白いやん。そのムキムキの、もう外人のすごい人ってめちゃくちゃ面白いやん。人間って誰でもなれんのに、うん、あそこまでなられへんっていう、その、なれるけどなられへんっていう、そのめちゃくちゃ相反してるやん。なんかボディービルダーの。なれるの?あ、頑張ったら。頑張ったらなれるのに。だから、お金とかですごい高い服着るのは、そのお金がなかったら無理やけど、お金なくても筋肉つけようと思ったら、とことんつけれるわけなんですよ、うん。でもみんなできないっていう。それがめちゃくちゃ面白い。そこまで行ったら面白い。あ、だまだ自分は面白くないってことね。まあその海外のボディビルダーぐらいになったらまあ面白いと思うんですけど。漫才入ってこんやろ、あんなの。そうでしょ。なるほどね。そうなんです。だから、でもその仮装はちょっと筋肉が面白いですよって。ただ筋肉は面白くないですよって、この難しいとこついてきました。でも仮装は、でもハロウィンの仮装は、はい、もっと面白くないということで。そうなったらね。そうですね、うん。でも来年ぐらいさ、あの、なんかあるやん、仮想グッズみたいなさ、あの、はいはい、ドンキホーテとか行ったら、あ、ちょっとなんか僕のんとかできへんかな、あれ。角刈り社長さんみたいな。角刈り社長さんあるでしょうね。緑の。名前変えられて、緑のスーツで、角刈りのなんか、カツラだけで、角刈り社長さん。コーンフレーク持って、ね。あぶいで、あのパッケージ。横にコーンフレーク置かれて。横にコーンフレーク置かれて。いや、別に俺コーンフレーク持ってないのよ、常に。あぶいで常に持ってるわけ。安い、あのパッケージだって、角刈り社長さん。俺、その、自分がさ、その、あの漫画みたいので、コーンフレークやないかって絶対言うてるやろし、その小窓みたいなとこから、絶対。されてる人の立場って知らんやん。うん。言うたら、バカ殿の仮装されてる時、はいはい、志村さんはどう思ってはるんやろっていうのも。もちろんもちろん。ないやん。うん。まあ、嬉しい。そっち。うん。でもまあ嬉しいか。うん、やってくれてたら。いや、まあでも。でも、わからんもんね。うん。うん。そういうのが出るかもっていう。いや、俺、その筋肉で、その、おかんがねえとかの出たらめちゃくちゃ切れるよ、その、仮装グッズで、その、ムキムキの。なんやろな、おかんが言うにはみたいな。タイトル何？かす、ムキムキの、うん、ムキムキマザコンみたいなとか、めちゃくちゃ切れるよ、俺は。そんな、言われもないことを言われたら。ほんまやな、嫌ですよ、えー。でもその、自分はありそうやね、その、そっち側は。あるかな、うん、仮想グッズでは。嬉しいな、でもなってほしいですね、それは。まあまあね。うん。嬉しいかどうかは。どういう仕事をしたいですか？なんかよう聞かれるやん。なんか、出たい番組ありますかとか。はいはいはい。ねえ、あれ困りますよね。あれ困りますね。でも、マジで M1 やったからな。ですからね、ほんまに。でも俺らがさ、こうやって一夜にして、こうなったってことは、うん、全芸人の今出たい、売れてない芸人やったら、はい、全芸人出たい番組 M1 なんじゃない？こんなんもう。ああ、まあ確かにこんな変わりましたよっていうのが、あるっすもんね。なあ、まあ、すごいよ。なんかある？やりたいこと。サスケ？だからやりたないねん。やりたないねん。いやいや、まだちゃうやん。別にサスケはさ、筋肉出さんでもさ、別に服着ても出る。いや、な。いや、やりたないって、その、めちゃくちゃ早く言ってしまいましたけど、今。そんな意味じゃないんですけど。前から言うてたみたいな。いやいや、サスケもすごいよ。そんな無理やもん。だから、サスケにできるほど僕はそんな強くないですし、体も、スピードもないですし、それはそういう意味でもうサスケ無理ですよっていう。面白くならないですよ。最初のあの、両足でポンポン飛ぶとこで落ちて、なやこいつっていう思うんだやろ。俺も応援に行って。そう、もうなんか毛布足に巻いて応援してきてさ。めっちゃ寒がりめっちゃ寒がりで。いや、俺それいらんってさ、いらんって言うよ。そうそうそう、持ってきても、その毛布持ってた俺、そのなんか変に映るからいらんって言うよ、俺。毛布を足に巻いて座ってさ。嫁はんとか。ちっちゃい子供と。じゃあ嫁はんとか。横断幕持って。な。
応援してくれて、もう俺はその最初のピョンピョン飛ぶとこで落ちてしまうと思うから。うん、ああ、そっか。まあな、何出たいかな、うん。いや、そうです。でも、なんか、さだまさしさんのね、言ってもらったら、あれね、そうなんですよ。ワイドなショーの時に、さだまさしさんに面白かったよって言っていただいて、正月の生放送出てよって言われて。そうです。生放送。でもその後にね、はい、生放送があったから、このなんかちょっともごもごしちゃったんですよ、僕。そのスケジュールを知ってるから。紅白、さだまさしさんの番組、うん、で、また朝の大喜利の番組ね、はい、布団だがあったっていうので、その間に言われたんで、どうにかっていうふうに言ってもらったんですよね。なんであいつもごもごしてんねんみたいなネットで言われてましたけど。勘弁してよ、それは。言うとけ、今。勘弁してよって。勘弁してくださいよ。そんな言わないでよ。だって、ここで全部言えるから、今ネットで言ってくれてはる人の対して、勘弁してよとか。勘弁してよ。そんな言わないでよ。これも全部言えんで。そう、でもね、そう、だから出れなかったんですよ、ね。そうなんですよ。東京の、なんですか、初詣で、初詣瞬間やって道が混んでて、間に合わなくて。それは無理やったんですよ。まさかね、ほんまに。さだまさしさんをね、お断りする日が来るとは思わなかったですよ、その。ぜひね、次はまた。電話でね、でもちょっと出させてもらって。電話で出させてもらって。で、その時にまた、次もやってるから、うんうん、って言ってくださったので。そうあとさ、それは出たい、思うんやけど、なんか東京の方というか、タレントの方とかさ、うん、めっちゃ写真を撮らへん。写真撮りましょう、写真撮りましょうって、うんうん、めっちゃ言ってくれるやん。で、あれ、なんかツイッターのさ、はい、なんか、なんかトレンド大賞。大賞みたいな時、はい、ゆきぽよさん、ああ。撮りましょうって言ってくれて、はい、初めてやん、お会いするのも。ああ、もちろん。撮りましょうっつって。で、横並んでたら、なんか、バチェラはい。みたいに、撮りましょうよっつって、腕組んでくれて、うん、おっぱい当たりましたよ、僕。あれ、当ててきたでしょ、あれ。いや、でも、やっぱいざとなったら、肘引っ込めたけどね、やっぱその、怖いから。おっぱい当たりましたよ、僕の右腕に。当てたん？俺、引っ込めたで、肘。いや、当たったから、もう、そう、動かへんぞ、みたいな。いや、動かさへんぞって思いました、僕は。パーって。叩かないで。僕はだって。肘を張りましたから。だって僕は、そのままにしてたんやもん。ああ、ちょっと張ったよ、でも。その肘は絶対。ピクピクさせて。引っ込めるよ、普通に。ピクピク。普通引っ込めるで、あれ、その。でも向こうはなんとも思ってはらないでしょうけど。思ってはらへんでしょうけどね。こっちはちょっと、ドキドキするんで、もう、ゆきぽよさん勘弁してください。言うとこう、そういうのも。ほんまにも。勘弁してください。そういうのも。彼女もいますんで、僕。すいません、もう。そうですね。わけわからんので。いや、もうずっと結婚するって言われてるやん。あ、そうやねん。あれもう何なの？じゃあ、その、うつみが結婚するかどうか知りたいですか、これ皆さん。やったら、どこでもその、どうでもいい、そんなどうでもいいニュース。すごい、あれのテロップとか作ってる人どういう気持ちなんですか？CM の後、ミルクボーイうつみ結婚かってどういう気持ちで言ってますかね。もうさ、いやもういい、もう申し訳ない。もうええやん。うん。興味ないもん。結婚するって言うてるし、ずっと。あ、するっていうか。するって、だからその言い方が、ね、なんかな。いや、だから、正式に、ここが正式な場所とさせてください、じゃあ。いや、もうここで言いましょう、ちゃんと。だから、ずっと前から、8年付き合ってる彼女がいまして、はいはいはい、で、前から結婚しようっていうことにはなってたんですけど、うん、まあ、給料も全然稼ぎもないですから、はい、1個目標を決めてまして、うん、3ヶ月連続、30万以上、はい、吉本の給料だけで、達成できれば、結婚を、する。まあまあ、そらね、すぐというか分かんないですよ。あ、うん、まあ、それが一応最低限の条件っていうことですね。そうそうそう。それがあったので、その、3ヶ月、連続30万越したらしますっていうだけの話です。うん、だからもう、多分あれやね、今、テロップ、もし作ってる方行きましたら全部消してください。編集の方ももう、申し訳ないので。ね、申し訳ないんですよ。本当にもう、罪の結婚。CM の後やないんですよ。待ちたないし、別に。やってないし。誰も。どっちでもええやん。うん。すごいね、それだけやっぱり今そうやな。それさえもニュースとして、はい、30万いったら結婚しますんで、ぜひ温かくお守りください。ミルクボーイの宇都宮隆でございます。おー、隆です。さあ、はい、メールをまた来ているということで紹介させていただきましょう。はい、埼玉県の、ラジオネームそんなバナナさんからですね。はい、ありがとうございます。はい、これあれですね、テーマのメールですね。クズの、はい、うん、僕のクズエピソードですが、はいはい、親がパソコンやスマートフォンなどの機械系に弱いのをいいことに、うん、月々スマホでかかっている利用料金以外の課金などの支払いを黙ってしてもらっていることです。
気づかれた時の対応が今一番怖いですが、2020年も頑張りますと。頑張ろうとしてる。いいね。まだ引き続き。クズです、ね。クズやな。で、なんで気づかれてないのそれは。いや、でもこれは、年齢がね、年齢も言って大丈夫ですか ?17 歳の方なので、うん、多分、そのまあまあ、まだ払ってもらってる感じじゃないんですか、そのお金とか携帯代もまあ。でもその、多かったら気づくでしょ。だから親がその機械系に弱いのいいことに。ああ、なるほど。あ、こんなぐらいかかるんだ。機械ってこれぐらいかかるんだよって親に。そんな、17の親やったらさ、そんな、まあまあまあな。言ってても、今風の50ぐらいでしょ。親でしょうけど、うん。だから課金具合にもよりますけどね、どれぐらいの。まあね、可愛らしいぐらいなんかな、もしかしたら。えげつないぐらい言ってたらね、怪しいですけど、でも気づかれた時の対応が一番怖いけど、まあ、気づかれへんね、2020も頑張る。嘘はだから5つぐらい持った方がいいですよ。気づかれた時の嘘は。なるほど。うん。こう来たこう返すっていう。なるほどな。なるほどなって。なんかまあまあまあ。うん、引き続き頑張ってください。5つぐらい持った方がいい。5つは、うん、2020も頑張るって言ってるんでね。頑張ってください。頑張りましょうよ。うん。バレへんよね、僕らも5年ね、クズ頑張ったんで。2025年まで頑張ってくださいよ。23かな？その時22か。うん、全然5年はいけるから。全然いける。うん。22でやめましょう。頑張れ。はい。じゃあ次いきますね。福島県のラジオネームあるあるさん。はい。僕は小学生の頃、急いで家に下校しなければいけなかったある日、うん、学校の鍵がかかっている扉を無理やり開けて帰りました。次の日、朝の会で先生が昇降口の扉を無理やり開けたのは誰と鬼のような形相で聞いてきたのを見て、うん、めちゃくちゃ怖くなり、結局誰にもこの事実を打ち明けるまま卒業してしまいました。はい、今でもその小学校を通るたびにその事実を思い出しては、自分のクズさ加減に身震いしています。ちょっと待って。しすぎや。ちょっと待って。しすぎや、ね。これ子供ラジオですか子供しか聞いてないの。そうやって俺全部間違えてた今まで。そうですね。今まで全部ちょっとトークとかも全部間違えてた。子供ラジオ遅い時間まで起きてる子供に向けたラジオ。クズが。いやいや、そんなんはね。かわいいな。かわいいもんや、そんなんは。鍵のかかって、まあありましたけどね、確かにね。そうやな。小学校の時とか。先生ってさ、やっぱ今思ったら、その、結構大げさに怒るやん。まあまあまあ。そんな怒ってなかったんやなと思うわ、こう、大きくなってから思ったら。いや、周りにもちょっとその、先生って怒るでっていうのを見せとかなあかんから、ね。そうそう。だから、小学校、小学生それ何？いや、これはもう多分、そうか。めちゃくちゃ大人の。昔の。小学生の頃、なので、ラジオネームあるあるさんということ。わかんないですけど。なんかね、いいですね。なんかいいですよね。いいですね。今でも身震いしてしまうということですから。大丈夫、気にせんです。大丈夫です、もう大丈夫です。うん。これもね、また、子供ちゃんですかね、これもね。ラジオネーム、モノクルーさん。この正月中、ずっと雲を見ていました。雲は流れていました。雲は増えていきました。雲は減っていくこともありました。僕は将来、雲になりたいです。ポエムか。子供ポエムみたいなの送ってきてるやん。いい子供。何を言ってんの。そういうことじゃないのよ。なんかこんなさ、いい子供、ね、こんなお金使いましたとかさ。いや、子供にしてはいいよ。うん。子供にしてはすごい感性が、すごい深夜の感じじゃないのよ。そうやな。え、こんなお前、やばいな、こんなのしたらとか。貢がしてしまったとか。そう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 。のとか。来てない、そういうの。これ、僕らが。俺らファン層おかしかった。僕らがね、おかしいんかな、うん。今日もおかしかったですよね、話しかけられた人。そう、今日もね。今日あれですよ、番組まで言えないですけど、岩手県の方に一日中ロケ行かせていただきまして、はい、ね、もう、今もう、体の芯から冷えてるんですけども。もうこれ多分2、3日温まらないと思うんですけど、この冷えは。ね、あの、はい、70ぐらいのおじいちゃんとか、そうですよ。おばあちゃんとかがね、空港でね、空港で握手求められまして。もうね、白髪の短髪のおじいちゃんが、私はミルクボーイスのビンゴのネタが一番好きですよっていう。ビンゴに、マジで？ビンゴの攻略本を買ったというところは、本当に好きですっていう。伝わってるの、その。それビンゴちゃうねんっていうね。ビンゴに攻略本ないねんっていうくだりがあるんですけど。嬉しいけどさ。そんな隅々まで。思ってたファン層とちゃうのよ。で、周りのそのスキーに多分行く団体だと思うんですよ。相手発射。いや、山登り。山登りでしたっけ？うんって言ってたよ。その周りの人も、うん、ねえ、あれねえっていう、だから同意してたんで、多分みんな好きなんですよ。俺らの漫才を、の話をしてくれてるってことやろ、その集まって。そうですよ。めっちゃ嬉しいけどなぁ。だからその、こういう子供ちゃんから、そういう70歳の。間ごっそり抜けてんのよ。はい。ところまで。ターゲットちょっと、緊急会議よ、これ。終わってから、ミルクボーイ。今後。
いや、だってどの層を狙っていく。タクシーの運転手さんもね、いつも言うてくれますよね。こんなに面白い漫才は、久しぶりに見ましたっていう。それも70歳ぐらいの。どこに刺さってんねんっていう。俺らどこに刺したんやっていう。生スイッチを、ね、生スイッチを。おじいちゃん、そう、おじいちゃんしかわからない。いや、でもすごいですよね。うん。だまあ、モナッカ世代ではあるやん。あ、そうやな。その上の方っていうのは。確かにな。だ逆に若い方はモナッカのことをそんなに詳しく考えてないし、触れ合ってないんで。うん。でもビンゴはまたちゃうからな。いや嬉しい。いやでもすごいですね。ありがとうございます。1個もクズがもう全然ないっすね。そうですね。ちょ思ってたんとちゃうかったけど、全部可愛い。うん。ということで、はい、それでは次のコーナーいきますか。はい。じゃあここで、事前に番組公式ツイッターでメールを募集していたコーナーに行きましょう。クイズコーンフレークやないか。すいません。はい、これはですね、M1 で披露した僕らの漫才のコーンフレークやないか、このフレーズに引っ掛けたクイズですね。喉がもう大丈夫ですか、喉が。本当も喉がもう不本意です。飛びまくってますけど。ごめんなさい、こんなオールナイトニッポンなんかもうぐっすり寝て、準備して準備してきたかった。ここに仕上げてきたい番組を、ほんまは。朝8時から6時まで岩手おった。冷え切ってね、喉ももう閉じてます。よし、ごめんなさい。まあでもそれはね、この M1 で僕らがやった漫才に引っ掛けたコーナーでございまして、はいはい、今回リスナーさんからですね、僕がいつも言ってるおかんがいつも忘れてしまったあるものの特徴3つと、うん、はい、そして正解のツッコミフレーズをセットにして送ってもらってます。なるほど。はい、だから僕が、特徴を3つ読み上げます、小物がね、うん、そしたら内海くんがコーンフレークやないかの言い方でバシッと、はい、正解のツッコミフレーズを当てに来てくださいということで。いいですね。まあまあね、これいつも僕らずっとこのネタですから、はい、だから3つ言われたら僕はもう何々やないかっていう体になってもうてますから。僕もおかんのことは知り尽くしてると思いますので、はい、これ余裕ですよ。どれ言っても、ね、全問正解、どんなコンディションでもいけると思うんですけど、はい、当ててあげましょう。いいですか、じゃあ早速。これはいいコーナーですね。これめちゃくちゃいいコーナーですよ。面白そう。こんな、これでいいですかって言われましたけど、いいに決まってますよ。こんな面白い。ずっとやりたいですよ。これもらおうか、なんか。なんかな。これまたね、大阪でもね、なんかやりますね。もらいました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、早速、ちょっと第一問記念すべきね。お!あ、ちょっと緊張するな、俺が。まあまあまあ、うん、ちょっとね、柔らかくして頭を考えてくださいね。はい。千葉県のラジオネーム、ゲスパさんからいただきました。はい。おかんが言うには、うん、学校一おもんなくて、え?で、大体空いてなくてな。で、開けたら開けたで、開いてたら開いてたで、中身おもんないらしいねんな。なんだろうな。わかりました。わかりました。百葉箱やないか。はい。来た?え?来た?え?答え。百葉箱やないかい。わー気持ち悪い。うわ、すげえ。すごっ。すげえ、これわかる。やってた。やってた。やってたっていうか、やってるんやけど。これやったっけ、このネタ。すげえ。え、正解するなんか思ってない。いや、僕も絶対これわからんと思ったな。おお、すげえ。俺最初さ、なんか図書室とかなんかそういう、いやいや、なんちゃらすごいな。あれ、奇跡起きた。当てん方が良かったんじゃない。一発目は。いや、すごいですよ。ちょっともっと難しいの来てよ。いや、これだって、なんつー、これの、このコーナーにめちゃくちゃ来たらしいんですよ。めちゃくちゃ送っていただいたみたいですね。もうすごい数来たらしくて。すげえ!まだまだあるんで。え、あかんかった?ちょっと待って、何この、変な空気。なんか僕も、このゲスパさんも複雑です。嘘やん。ゲスパさん。当てたもん、はい。千葉県のゲスパさんと僕は、ちょっとなんか、不思議な感覚に陥ってます、今。それだってさ、俺もちょっとひねるよ。それはコロナに送ってくる人やからっていうので、そんな甘くはしないよ。ゲスパさんね、なんか。泣いてる今。泣いてますよね。謝るわ、なんか送るわ。いや、めっちゃええ問題よ。ごめんね。なんか当てよったから。当てよったからな。当てるやろ。俺当てるからな、全部。はい。じゃあ次行きます。はい。東京都北区ラジオネームアマチュアダックスフンドさんからいただきました。はい。おかんが言うには、うん、家で絶対出てこへんくて、ん?たまにパクチーも乗ってるらしくてな。え?で、名付け親がどうかしてるらしいねんな。うわ、何それ。分からへんねんな。パクチー俺知らんねんな。うわ、パクチー料理知らんねん。おかんが言うには家では絶対出てこないし、たまにパクチー乗ってる時もあるし、で、それの名付け親がもうどうかしてるらしいねんな。うわ、分からん。
油淋鶏やないか。違う。答え、よだれ鶏やないかい。ちょっと近い。近いなぁ。よだれ鶏か。でも近いな。なんなんあかんの。嘘やん。いや、え、子供、子供相手って、その、なんかあれ、わざとミスらなあかんみたいな。すごいよ、でも。ちょっと。いや、それで、こうなるでしょ。よだれ鶏。まあ、よだれ鶏やな。まあでも、ご飯とは、あ、そうか、パクチー乗ってるっていうからな。うん、アマチュアダックス、フンドさん、すいません。すいませんやないねん。うわぁ、そっか、ちょっとパクチー、ね。まあまあ、でも。苦手やから。まあ、ちょっと難しいですよね。次。はい。じゃあ行きたいと思います、はい、ラジオネームバリスタに口説かれてさんから、はい、大分県大分市の方ですね、はい、おかんが言うにはな、あの1月1日に思って、うん、で4月1日にも思うねんな、あと自分の誕生日の日にも思うっていうねんな、はぁ、何それ。おかんが言うには1月1日にも思うし、で4月1日にも思うし、あと自分の誕生日の日にも絶対そう思うっていうな。いつ、難しいな。むずいな。何思う、この、このことを、はい、これをな、お絶対、ね、これ絶対やらんと決めんねんな。絶対起きてるぞやないか。ん？絶対しこらんと覚悟を決める日やないか。わかるか。これな。これを当ててよ。当てれるか。覚悟を決める？ああ。元旦と、うん。4月1日。エプリルフールと、自分の誕生日の日はもう、絶対しこらんぞ。いやいや、しこるけどな。おかん言うやん。いや、おかんが言うてんの、これ。おかんが言うやん。それを言えるか、こんなもん。いやいや、いいよ、いいです今のね。じゃあ次行きたいと思います、はい、東京都の方ですね。ラジオネームタンスが笑うコロニさん、うん、おかんが言うにはな、あのブルル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 ルルらしいねんな、うん、だけ。うん、ちょっとおかんが言うには、おかんどう言ってんねん。おかんが言うにはブーンブーンブーンらしいねんな、ですかね。どっちか言うとピンクローターやないか。バイブやないかい。惜しいちょっとその持ち運びやすくしてしまいました。すいません。表現がね、僕はちょっともうちょっと震えたらよかったですね。ウィーン的なことがよかったか。ブーンはちょっとちょっと可愛くしてしまったな。ウィーンが良かった、ね。ひねりすぎた。そうですね。ひねらすな、こんなもん。いい感じです。次いきます。はい、三重県、ラジオネームほのまるさんからいただきました。はい。おかんが言うにはな、しこ、しこ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 。もうえって。しこ。何なの。むにゅーらしいねんな。天下やないかい。これは来た。買ったばかりのシャンプーやないか。はずいわ。おいおいおい、引っかかっとるかな俺。エロい道に行かんといてよ勝手に。おいおい、まんまと引っかかっとるやないか。エロい道によ。いや、ちょっとやめてよ。買ったばかりのシャンプーですよ。最初なんかシュコってなって、こう何回も押すけど出ずに最後もニューですよ。今ちょっと途中でさ、うん、ほんまに俺のおかん今日聞くって言ってた、忘れてた。寝てるか。寝てますよ、ね、いや起きてるでしょ。起きてるか。4時でも起きてたからな。天外ないかやが響き当たった。明日ね、明日大阪帰りますんでね。他忘れてね、うん、もう寝てやん。他もう寝てるからな。うん、みんな寝て。俺の親戚全員寝て。全員寝てな。うん。の、内海崇です。馬場崇です。毎週月曜日のこの時間は、菅田将暉さんのオールナイトニッポンをお送りしていますが、今夜は我々ミルクボーイが担当させてもらっています。はい。そしてここでまたですね、メールをいただいてまして、お、何の、質問メールが来てるみたいですね、これは。はい。何でも答えますよ。はい。新潟県のラジオネーム、ツバメの番長さんからいただきました。ありがとうございます。ミルクボーイさん、はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ミルクボーイさんの将来の夢は何ですか、うん、ちなみに僕は宇宙飛行士。子供からまた寝ろ、早く来てるやん。宇宙飛行士になりたかった、寝ろ。子供中の子供やん。宇宙飛行士なんか言うの何やそれ。
子供中の子供よ、これ。え？まだそんな夢を持ってるっていう。クズのね、クズのメール募集したんですけど。クズどうなったんや。すごいキラキラしたメール来たやん。子供もう寝なさい、早く。ツバメの番長。ツバメの番長っていう名前で来るか。子供が。統一せえ、ちゃんと、そこも。子供にせえ、こんな難しい。俺よう読めたわ、これ、ツバメ一瞬で。漢字で書いてくれて。いや、読めるよ。いや、これびっくりしちゃいました。ありがとうございます。また。まあ、夢はね。夢は漫才師ですかね。うん。頑張って。頑張ってね。宇宙飛行士ほんまかもしれんから。はい、ほんまにね。次も来てます。北海道の方ですね。お、すごい、全国から。はい、ラジオネーム、スカーレット・ジュンさんですね。はい、僕は、お正月にお雑煮を食べました。はい。お雑煮には2個お餅を入れました。本当は3個食べたかったんですが、3個食べるとお腹いっぱいになるので2個で我慢しました。でも夜中にお腹が空いたので、僕は僕の体を飲み込んで食べてしまい、僕は地球上からいなくなってしまいました。やばい子供。ちょっとやばい子供や。変な子供も来たやん。おい、ひらがなで書いてる全部。いや、これ。漢字使ってるちゃんと。いや、ちゃんと全部漢字なんで大人ですね、これ。大人か？お腹が空いたので僕は僕の体を飲み込んで食べてしまいました。20世紀少年でなんかそんな地球上からいなくなってしまいました。なんかあったぞ、なんかそんな。そしてこの今メールを送っている。怖い。なんかね、うん、子供から多いなぁ。うまいなぁ。ちゃうねんなぁ。なんか同年代とか。そうやねん、そうやねん。そう、同じような人とこうね、うん、こう話題を。なんか私もこの、なんか、みこえさん見て頑張ります、みたいなさ。ね、同年代の、その、同年代の星でありたいのよ。行きたいんですよ。うん、次もメールがありまして。はいはい。次、大阪府ですね。ラジオネーム、女房一筋80年さん。今度は、ちゃうねんな。怪しいぞ。100超えてるやろ。そんなもん。80年って。全部漢字やからね。女房一筋80年。その、よう読めたな、俺も。だからこれ一瞬で、この。駒場さん、宇都宮さん、今このラジオを聴いてる人の平均年齢は19歳の親のすねを噛み砕きながら生きてるクソニートたちなので、え、センスのあるメールは期待しないでください。ガチモンのクソニートですどういうこと。戦うなよ、そのラジオリスナー同士で。そんなこと言うなよ。戦わんといてくださいね、その女房一筋80年さん。さん、その俺、その先輩として怒ってるってこと。その多分ね、19歳の人のことを、この聞いてる人らは19歳ぐらい平均年齢があんで、親のすねを噛み砕きながら生きてるクソニートですから、センスのあるメールなんか来ないですよって。ガチモンのクソニートですって2回言ってますから。一番のクソニートでしょうね、この方。だから、この方は多分、気持ちええな。なんか。気持ちええですね。いや、まあ、これがでもクズよね、それこそ。いや、そうやな。クズですよ。面白いな。我々もね、その、スネは、噛み砕きましたしね、親の。僕らはそんな人のこと言えないですよ、もう。おかんがね、なんかよう言うてらしいですよ、僕。なんか、もうすねの皮一枚やったわ、ってよう言うてらしいです、僕、周りの人に。うちのおかんが。受けてるかどうかまで聞いといてもらって。その、言うてんのは分かったけど。滑ってるけど言うてるらしい。ずっと。二回滑ったやめろ、もう。な。感覚が。言い方変えるとないから。言い方変えろ。感覚ないから、すねの皮一枚でしたわ、っていうのをずっと言うてるらしい、ね。言うてんねやな、ね。言うてそうやな。そう。薄化粧のおかん。まあ、あんま、おかんのさ、薄化粧言わんといてくれる。めちゃくちゃ薄化粧。ええやん。その結婚式でも薄化粧やったら。ええことやん。ちょっと濃い。いや、別に、何が悪いねん。その、濃いのよりはええやろ。いや、もうちょっと。ずっと言うやん、そのおかんの薄化粧。その確かにな、あれおひなさんみたいな感じだけど、確かに薄さで言うたらな、あんま言ってね、そのあかんわ、ネタ中に薄化粧を思い浮かぶから。なるほどな、うん、おかんぞはもうおかんぞちょっとなんかフラッでも薄化粧で、うん、おひなさまみたいって感じっていうのはちょっとわかると思うんでその感じはちょっとね頭に入れながら見てもらいたいですね、はい、あ、次テーマのメールもまだ来てるということで、ありがとう、これですよね、これが欲しいんですよ、はい、テーマのメール、東京都練馬区、ラジオネーム、怒りのイカリングさんから来ましたね。はい。ありがとうございます。僕のクズエピソードは、中学の頃から貯めていたお年玉10万円余り全てを高級風俗に使ったことです。うん、おぉ一気に一発かな、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って。嘘、うん、読んでるかな、ごめん。あ、まだあったんや。はい。ずっと貯めていて、使い道に困っていたので、使い果たせたことが嬉しかった反面、
ことが終わった後、お年玉をくれた祖母の顔が浮かんで激しい後悔に追われました。あー、なるほど。一発じゃないですか、これだから。一発10万いったんや。これいったね。あ、でもいいよね、記念としては。うん。でも祖母の顔が浮かんで激しい後悔に追われました。まあまあまあね。まあまあ浮かぶでしょう。使ったら。でもね。そうな、うん。そんな、まあ、気にしてたらもう、そんな言ってられへんからね。だって、結局、なんか知らぬお金ですから、稼いだお金でもあるし、はいはいはい、風俗行くということはね。うん。うん。で、それを別に何に使おうが。そんなことは思わないことですよ。僕らもね、大学のあの、うん、ね、お笑いグランプリみたいなやつの時にね。あ、優勝して、賞金ね、はい。賞金そのまま行きましたもんね。はい、全然。大丈夫ですよ。行った行った。もう行ったよ。うん、そうね。行ったな。大学生お笑いグランプリみたいなやつの。の賞金で。賞金。うん。僕らやし、3万、5万。なんか結構多分5万ぐらいあったと思う。ね、大学の頃ね、僕ら出て、うんうん、東京まで出てきてね。そうそうそう。それでなんか優勝できたんで、そのままね。夜行ってな。夜。二人で行った。初めてやった俺あれ。あれ初めてよ俺も。初めて行ったよ。ほんで二人で行って。なんか、うろうろしてな。風俗雑誌を買って、そのシワシワなるまで読み倒して。全部のページに稼働って。一回そう。あれ分からんようになるね。全部のページ。全部の割引券を切ったやつ。そう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 。で、割引券だけにして。割引券だけの本を作って。ほんで、全部の稼働って、ページの、うん、これええな、これええなって気づいたら全部追ってて。で、もう優柔不断やからな。うん、決めれへんからもう、なんか、コンパネルだけ見に行って。そうそうそう。あの時逆に勇気やったよね。そのパネルだけ、パンって見て、普通いいですって買えるっていう、うん、その。わけわからんな行動としては行ってな行ってあなんかなちょっとあんまやったよね夜そう夜行ってあんまやなって、うん、でカラオケ泊まって朝もう一回行きましたからね二人でそうなんですよねうんそれは良かったねあれ良かったあれはあれちょっと朝寝張ってかな朝寝張って良かったなめっちゃ狭かったけどな部屋めちゃくちゃ狭かったほんまに、うん、1畳の半分ぐらいほんまに 0.5 畳ぐらいのほんまに。寝れた俺ら。横になってた。シングルベッドの半分ぐらいですよね。横なんか、体育座りしながらの。いや、あれ狭かったなぁ。狭かったけどよかったなぁ。いや、そうやね。まあそういうのはね。だから、このね、うん、怒りのイカリングさんもそういうの思い出しますよ。その後、あと10万。10万なんか絶対でしょ、高級風俗なんか。ほんまやなぁ。そんな行ったことないわ。これはもう、おばあちゃんもね、喜んでますよ。はい、次行きますね。はい。ラジオネーム、土佐犬人間さんですかね。僕の一番クズなエピソードは友達の彼女に手を出したことです。あら、それはちょっとダメよ。ああ、うん、高校生の時にそのことはある程度仲が良くてよく LINE はしてたのですが、うん、家に二人の時一線を越え卒業まで関係を持ってしまいました。3年間誰にもバレなかったことが不思議ですと。え、高校の時にってこと？友達の彼女に手を出して、うん、そう、高校の時よ。ええー、うん、いや、え、ちょっと、うん、いや、そうそうそう、高校生の時にそのことある程度、だから友達同士で仲良かったかな、その友達と彼女とその、土佐犬くん、土佐犬くんも仲良くて、んで、よく LINE は、だから、今、だからグループ LINE みたいにしてたのかな、そのみんな、その友達と、ちょっと若い子なんや。多分彼女と、その、ああ、もうそれはダメダメ、それはやめなさい。あ、もうダメよ。そうですか。浮気とか、もうそういうのは僕はもう大嫌いですから。つみくんはね、浮気。浮気を撲滅しようということで、浮気撲滅を芸人にね、言いまくってますから、ね、浮気やめろよと。これは僕は言い続けていきます。でも3年間バレなかったんですよ。いや、ダメダメです。もう浮気してええことないから。調子乗ってるだけよ。俺はいけるぞ、俺はモテるぞっていう、なんかこう。いやいやいや、ダメ、あのもう。テクニック、バレへんテクニックというか。すごいダサい、浮気は。ほんまにダメ。俺は気がしたことないよ。まあ、今の彼女ではな。いや、だから、一回したんです。一回、昔の彼女の時一回した。それですごく後悔してるから、もうみんなには浮気せんといてほしい。もう一回はしたと。一回はした。ガンガン来たから。いや、それはだから、この子もそういうことでしょ。だからガンガン来てしまったから。思ってるよりよ。君らが思ってるより、ガンガン。土佐犬人間くんもそう、ガンガン来たんや。土佐犬人間なんかが思いつかへんぐらいガンガン来たんや。思いつくやろ、別に土佐犬人間くんも。ガンガン来たから、一回だけしましたけど。あ、それを後悔。後悔してる。すごい後悔してる、僕は。恥ずかしくて。うん。その時でも結構、大学の頃でしょ、それ。違うよ。違う違う。なんや。1円2枚小学生の妹に。1円2枚。もう、大嘘つきやん。どうやって。いや、妹も分かれよ、その小学生の妹も。2枚やるから、2枚やるから、1枚ちょうだい。コイン、だメダルゲームのメダルの感覚やったんでしょうね、その。メダル、こっち2個やで。こっち2個や。その100円。だいぶ悪いやつ。1枚と交換したら得やろっていう。悪いやつなってないか、今。
大丈夫か。いやでもちゃんとした仕事っぽいですよ。あ、そうなん。はい。そう見して。はい。何が何がちゃんとしてるんだ。はい。公務員。すごい。公務員に。この経験を生かして、あ、妹を騙した経験を生かして公務員になってる。公務員にはなれるんや。そんな嘘ついても。嘘やな、はい、あれな。嘘つきは泥棒の始まりとか嘘。そうそう。ちゃんと公務員。公務員にもなれる。嘘つきは公務員にもなれる。に訂正しましょう。訂正しましょう。これね。結構多いね。妹おるやん。クズエピソード。はい。それなんか してない。そういう、そんないたずらとかしてなかった。いたずらいたずらっていうか、はいはい、なんか、からかったりみたいな。いや、妹、でもまあ、小学生の頃ですかね。僕沖縄住んでて、うん、あの、妹とよく駄菓子屋さんね、家の近所に行ってたんですけど、そこにめっちゃ怖い犬がいたんですけどね、その駄菓子屋さんに。めっちゃ吠えてきたから妹掘って逃げましたけどね、僕一回。そこから妹めちゃくちゃ犬嫌いですからね。その思いで。トラウマなその一発で。そんなにかっていうぐらい。でも、ま、めっちゃ怖かったんでね。なるでしょうけど。なるほど。こんなどでかいエピソードもあったんですよ。はい。ということで、はい、メールは。それぐらいということで、はい、一応また宛先言っときます、はい、ミルクアットマークオールナイトニッポンドットコム、ミルクアットマークオールナイトドットコム、ミルクのスペルは MILK です。それではここで一曲お聴きください。これは僕の、選んだ曲で、桑田佳祐さんの祭りの後で。ミルクボーイの宇都宮隆です。桑田隆です。はい、ということで、はい、またね、メールが届いております。北海道のラジオネーム、はい、味噌クリームコロッケさんからいただきましたね。ありがとうございます。はい、宇都宮のお兄ちゃん子供や、あのね、さっき言ってたバイブって言葉がよくわからなかったから、ママにバイブって何って聞いたら強めにぶたれたよ。えなさい、ごめんね。宇都宮のお兄ちゃん、なんでなの。純粋な。純粋な。俺なんかそういう7歳。いたずらしてるやん、もう。7歳。な、罪のお兄ちゃん。7歳もしくは6歳。あかんよ、それ。から来ました。寝なさい、早く。何って。何ってやないですよ、その、何でその説明を、その。いや、そんなんでかいこと言うから、ママに聞いたらしいね、この子が。そんな、ぶたれたって強めに。なるほど。なんでなのっていう、その。なんでなのって、それは、ママが持ってるからでしょ、それは。そういう、なんでなのと言われてたら。それを言うなっていうことで、うん。それをそんな言いな、言いなよっていう。バイブっていうこと。うん。もうバイブ自体は別に、あれですからね、振動という意味ですからね。ああ、うん。すごい、すごいしょうもないことを言ってしまいました。ありがとうございます。すいません。次も来ましたね。東京都杉並区の方ですね。はい、ラジオネーム、論より証拠の大ライスさんから来ましたね。ミルクボーイさん、こんばんは。こんばんは。僕はこの世界を消そうと消しゴムを使いました。でも消しゴムではこの世界は消せません。だから僕は墨汁で真っ黒に塗りつぶそうと思います。今日もお母さんのご飯が美味しいです。怖いね。怖い。なんか思想がな。いや、ほんでこのないから。懸命子供ラジオって書いてますけど、こんなないから。そのコーンフレークやないかしかコーナーないねん。子供ラジオ、子供ラジオのコーナーやないねん。こんなんないな。いかに怖い子供を演じるかみたいな、みんなで。さっきもそんなあったよ。そなんかあんねん、そういう世界、なんか。すごい世界。これはね、しかもちゃんと仕上がってますよ。この、ロイより証拠のダイアンさんは、全部ひらがなで。あ、すごいな。マジで子供の可能性も出てきてます。ほんまやな。ただ、ラジオネームがすごい、論より証拠のダイアンさん。そうだね。そうなんだ。ここも仕上げてほしい。これ言わない。それなら、これ絶対言わない。それならここも仕上げてほしい。これはなんか、ラジオの職人さんのプライドが出てる。なんかね、ここは変えへんぞっていう。ここはなんかひまわりとかにしてほしいね。うん、そう。ここはな、俺はこの名前で行くねんっていうプライドがね、見えます。いや、でも、うん、いいですよ。懸命子供ラジオです、ね。ありがとうございます。面白い。すごいですね。どんどんこう仕上げていってくれるというか、うん、皆さんが。うまいね。ありがたいですね。すごいね、リスナーさん。はい、そしたら、はい、まだあるんですけど、まあ、ここでね、うん、さっきもやったクイズコーンフレークやないかをちょっともう一回。たくさん来てるらしいですから。1700通 ?1800 通なんですか？マジで？めちゃくちゃいただいたということで、すごい全部やりたいと思いますんで、これを。いや、無理よ。どんだけ早く行くね。はい、やりますんで。終わってからもやりますんでね、終わってから僕らホテル帰ってやりますので、また聞いてください。はい。では行きます。滋賀県の、はい、滋賀県。はい、滋賀県。ラジオネーム、千本ノックさんからいただきました。はい。おかんが言うにはな、うん、めちゃめちゃ綺麗な形で、うん、で、いろんな色があるらしくてね。え？で、それを元気よく出さなあかんらしいねんな。出さなあかん？
めっちゃ綺麗な形をしてて、でいろんな色があって、それを元気よく出さなあかんやつやってるな。元気よく出すって何、うん、クラッカークラッカーやないか。ゴチになりますのストップの手やないかい。これはむずいな。綺麗な形、いろんな色あるけど、それぞれのいや、いい。元気よく出さなあかん。確かに。おかん忘れそう。わかるか。おかん忘れそうやね、これは。ストップの手やないかい。これでも決まったらすごかったけどな。いや、すごすぎるやろ、これ。確かにな。あー、でもいいね。いい、いいですよ。だからその、それに対する項目がいい。あ、ほんまやなって後でなれるからな。そう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 。うん。そのお題に対する項目がめちゃくちゃ気持ちいい。気持ちいいです。はい。次行きたいと思います。ラジオネーム。パンチドランカー斉藤さんからいただきました。はい。おかんが言うにはな、うん、とにかく長くて、うん、で、とにかく辛いらしいね。で、あと興味があるのは、全国で100人ぐらいやって言うねんな。とにかく長くて。とにかく長くて。とにかく辛くて。それに興味があるのは、全国で100人ぐらいらしい。何それ。とにかく長くて、とにかく辛くて、興味があるのは8、全国で100人ぐらいらしいねんな。万里の長城やないか。違う。鈴鹿八隊やないかい。いやいやいや、もっとおるわ、興味ある人。全国で100人。とにかく長いだけや。辛いわ、まあ、その、で、何が辛いねん。まあまあな、過酷というか。おー。興味があるんだ、100人ぐらい。もうちょおるか。大好きな100人よ、でもこれはほんまに。あ、8体のことが大好きな100人。いや、100人よりもっと、もっとおるから。すごいな。いや、いいですね、でも。確かに、おかん忘れそう。もうちょいそのヒント欲しいな。忘れそうです、うん。次、あ、大阪府、大阪市からいただきましたよ。あ、ありがとうございます。ラジオネーム、よもぎもちさんからいただきました。はい。おかんが言うにはな、一緒に風呂入るときに気を使うらしくて、え？で、パッと見普通の男性らしいねんけど、乳首が緑らしいねんな。そんなおる？一緒に風呂入るとき、答えないよ。一緒に風呂入るときに気を使ってな。答えないって。パッと見普通の男性やねんけど、乳首が緑色らしいねんな。は？は？何言ってんの？この名前忘れたっていうよりな。ないねん、そんなもん。わからん。ピッコロ大魔王やないか。違うか、乳首緑じゃないか。乳首グリーンマンやないかい。何やねんそれ。何も言うなよ。グリーンマンやないかい。いやいやないがな、そんなもん。いやいや、そうか、忘れるよ、さ。忘れるというか、忘れる。忘れるも何もな。いやいやいや、おらへんねん、それ。でも、答え言うてるからな、乳首緑って、この、俺らの言うてもうてるやつのパターンにでも当てはまってるわけよ。乳首グリーンマン。そう。でピッコロダイマンもね、まあまあまあ、いいと、いいとこは言ってた。なんで風呂入るとき気使うねん、乳首グリーンマン。乳首グリーンマン。人と違うからろ。いや、なんでそんな課題入れできんの、こいつに。乳首グリーンマン。よもぎもちからヒントもあったから、なんかちょっと。なるほど。あ、もう考えながらよもぎもちに行ってもってたんや、ラジオネームも。そうやね。次行きたいと思います、うん。兵庫県の西宮市からいただきましたね。ありがとうございます。ラジオネーム、昼バレーの時計台さんですね。はい。おかんが言うには、うまいこといかへんらしくて、うん。でも楽しいらしいねんな。うん。ただ時間を割かれがちらしいねんな。時間を割かれがち？うまいこといかなくて、でも楽しくて、でも時間を割かれがちやって言うねんな。あ、部活やないかい。これはでも僕は合ってますよ、これは。恋やないかい。これはね、綺麗やな。綺麗な。うん。綺麗方も考えなあかんねん。そうやな。うん、なるほどな。そう、恋やないか。あ、でも恋、なんかあったよね、俺らネタで。恋。恋か風か。風かっていうのはありましたね。ありましたね。でも、はい、いいですね。でもこれさ、なんか考えてくれば考えるほどさ、俺らあるやつとかなってきて、なんかパクったみたいになる可能性があるよね。ラジオの人が言うてたよみたいな感じ、うん。言うてたよみたいな。それだけはちょっと勘弁してくださいね。はい、やると思いますし。乳首グリーンマンもやると思いますし、ね。やるか。どれ採用してんねん。言いにくいねん、俺、それ。こんな乳首グリーンマンちゃうやないかって。それは。松本さん笑わんで、それ。ちゃう側がわからんからな。うん、次行きます。福島県ラジオネームあるあるさんからいただきました。はい。
おかんが言うにはな、うん、またあいつにいたずらされたらしいな。あいつのことなんか嫌いに決まってるじゃないらしいねんな。で、嫌いなはずやのになぜかあいつに近づきたいらしいねんな。あいつ？またあいつにいたずらされた。あいつのことなんか嫌いに決まってるじゃない。誰？うん、嫌いなはずなのになぜかあいつに近づきたいらしいねんな。元彼やないかい。来た。立派な恋やないかい。恋ええねん。何やねん立派な恋って。立派な恋やないかい。あ？いやこれね、ちょっとおかんのね言い方もちょっと僕もあれでしたけど、難しいとこありましたけど、でも言い切りました。なるほど。言い切ったところで恋、恋シリーズなー。うん。だから綺麗な方も考えなあかんよ。変なばっかりじゃないか。むずいむずいむずい、はい、これもう。いやでもこれ面白い。僕、次行きたいと思います。はい。兵庫県加古川市、ラジオネームノンフィクション厚見さんからいただきました。はい。おかんが言うにはな、うん、人間技ではないらしくて、うん、で、中国の英才教育で取り入れてるらしくてな、うん。で、次々に現れる玉金の幸を数える競技らしいな。おかんに言わすなよ、こんな。最後何やねん。え？人間技ではなくて、中国の英才教育でも取り入れてて。そこまではさ、なんかさ、そこまではなんか雑技団みたいな感じのんやなと思ってたんや。うん、ただ次々に現れる玉金のシワを数える競技らしいねんな。玉金シワ数えやないかい。これやろ。ああ。こういうの来たやろ。おう、なんや、なんや。まあ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 。玉金フラッシュ暗算やないか。ないねん。あ、惜しい。玉金フラッシュ暗算じゃないやねん。ということ、そのパッ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 って金玉、金玉が現れる。玉金ってどういう状況なの？実物がこの前にブランって、ぐるぐるぐるってくるの？いろんな人の。写真か？ゆっくりでもわからんよ、こんな。実物かそれ。フラッシュ暗算って。でも、なんて言ったら、玉金師は数え。数え。ああ、ちょっと。いや、だからその、昔の言い方や、ね。チキビグリーンマン。そう、昔の言い方や。玉金師は数えよ。そうやな。今フラッシュ暗算まではなってない。フラッシュ暗算や。人間。昔の言い方したんや。人間技ではないが一番これ、ピンときてるね。人間技ではないよ、別に。そんなの。人間技じゃない。もう、英才教育を取り入れてるって言うてるから、ね。これはすごいわ。はい。あ、ということは、はい、ここからね、ちょっと攻守交代しまして。え？ちょっと僕が問題出させていただきますから、駒場くんが答えてください。いやこれむずいよ、これ。嬉しいな、出す方。言いますね、はい。東京都杉並区の、うん、ラジオネーム、ポンチョマンさんです。おかんが言うにはな、うん、普段使いの筆記用具だと使いづらいねんな。で、センター試験でも使いづらいねん。うん、で、何にしても使いづらいねんな。え？普段使いの筆記用具だと使いづらいねん。センター試験でも使いづらい、うん、何にしても使いづらいねんな。使いづらいねんな。はい、お答えください。コンパスやないかい。おもんな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 。なになになに。うん、競馬場にある鉛筆やないかい。これちょっと緑の待ってくれ待ってくれ、はずいはずいぞ、これはずいぞ。なんだペグシル、ペグシルやったな。コンパスやないかいって言ってたよ、うん、そうだから、その3時にやるコーナーじゃないやろ、その頭の回転でさ。うんうん、これすごいな、ようやってたな。もう一枚いくね、はい。新潟県のラジオネーム、いけたらいくまんさんです。うん、おかんが言うにはな、大切にするべきものやねんな。うん、ほんで、誰にでもある、ウォータースライダーやねんな。で、舐めたいし、舐められたいねんな。これはでも、大切にするべきものやし、誰にでもある、ウォータースライダーやし、舐めたいし、舐められたいねんな。裏筋じゃないかい。どうですかこれ、尿道やないかい。いやいや、その尿道舐められたいか。これはちょっと、でも裏筋やないかい。でも、ウォータースライダー。ウォータースライダーやから。やっぱその、うん。おかん聞いてるかな、裏筋やないかいって俺でかい声で言ったけど。そうなのよ。ごめんなさい。いやー、いいね。あー、でも尿道やないかい。でもいけたな、確かに。はい、いや、
戸あたりか裏筋かと思ったよ。どっちかなと思って。尿道か。だからそのエロいのも来る、エロいというか、うん、そういうのも来るし、その素敵な恋とかも来るしね。来るしね、はい、幅広いのよね。うん、じゃあちょっとラストです。はい。じゃあ駒くんお願いしますね。はい。おかんが言うにはね、あ、ごめんなさい、ね。埼玉市の、虹四時さんです。おかんが言うにはね、子供のものは可愛いねんな。うん、女のものは美しいねんな。男のものは熱いねんな。です。おかんが言うには、子供のものは可愛いのよね。うん、女のものは美しいのよね。男のものは熱いねんな。あ、わかった。これはいけんちゃいます？あ、いいですか？はい。ハートやないかい。どうですか？涙やないかい。なるほど。最後にな。惜しかったね。ちょっとな、いけたけど。ハート。まさかの1問目100用箱当てて、最後全部外すっていう。いや、あれがおかしいね。涙やないかいね。涙やん。あ、渋く言うて欲しかったな。涙やないかい。あ、それ俺やろうかな。うん。涙やないかい。いやー、なるほど。いや、これ居酒屋の営業とかでやろうかな。涙やないかい。忘れて。うん。逆ないねん、これの。涙ちゃうやないかい。涙ちゃうやないかがないから無理や。確かに。はい、あ、でも面白い。いや、すごいね。あ、皆さん本当にいいの送っていただいて、はい、ありがとうございます。まだまだやりましょう。これもうあと何通も残ってるということなんで。ずっとやります。はい、はい、ホテル帰ってやりますんで、やります。はい、どしどしね。ありがとうございます。以上、各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。はい、お送りしてきましたミルクボーイのオールナイト日本、そろそろ お別れの時間でございますね。え、もうあっちゅう間でしたよ。本当に早いですね。ということでね、来週月曜のこの時間はいつも通り須田まさきさんのオールナイト日本、そしてこの後3時からはザ・ W チャンピオンの3時のヒロインのオールナイト日本ゼロですので、聞ける地域の方は引き続きよろしくお願いいたします。はい、3時のヒロインね。お、ザ・ W のチャンピオンからのチャンピオンということで、いいですね、このラインが。いいですね、このラインが。はい、ありがたいですよ。はい、ねえ、あっちまでしたけども、すごい楽しかったですね。いや、この、僕はこの協賛のやつ今読めたらちょっと嬉しいですね。あ、ずっと聞いてた。なんかこの、はい、日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。これね、なんか気持ちいいですね。あ、これがグッとくるんやな。グッときますね。でも本当に、もうね、こんな楽しい世界にね、いや、ほんまや。入れて嬉しいですよ。そうじゃないのかなというのはね、まだまだ。でも天竺におる説もあるので、まだそのね、まあでもいいです、お釈迦様の全然いいです、行けたというのは。いや、子供ラジオもまたちょっとしたかったけどな。ほんまに子供ラジオしたいな。はい、あ、そう、なんか来てます。いただいてるということで、はい、いいですか。宮城県のラジオネーム空振りアンブレラさん、はい、いただきました。ありがとうございます。2人の掛け合いが面白かった。え、明日はコーンフレークを食べます。またやってね、バイバイ。さっぱりしとんの。バイバイとかあんま言わんで、ね。懸命、子供の感想やないね、これ。子供を募集してないから。全部ひらがなで。やめてよ、その子供、子供イメージ。ひらがなで、ラジオネーム、空振りアンブレラっていう、まだね、この。これはプライドよ。ラジオショップね。このおはがき職人さんのプライド。ゾウさんとかでいいんですけどね。まあまあ、でもこれはね、わけわからんなりますから、そうすると。ここは、確かに。いや、ありがたいね、もう。すごい。たくさんの人聞いていただいて。面白かったって言ってもらって。あ、ね、嬉しい。またね、感想とかいろいろください、ね。はい。あ、まだでも、まだ来てあるということで。すごいな。宮城県のラジオネームソレイ系ザンパンマンの方からいただきましたね。ミルクボーイのお二人こんばんは。こんばんは。このラジオにて子供たちがメールしているとのことでメールした次第でございます。小生日々己の肉棒をこすり倒してあるのですが、あまりにもこすりすぎたせいで発火し、私の股間はチャッカマンになってしまいました。そこでお二人に聞きたいのですが、誕生日ケーキに気をつけた方がよろしいでしょうか。何言っとんの。最後に何言ってくれたんだ。なんで子供が言ってるか。年齢がね、6歳。ちゃんと。ちゃんと6歳。ちゃうね。小生って言うか。小生って言うて。こすんなよ、あんまり。肉棒をこすり倒してあるのですが。戦時中の言い方や。戦時中のオナニーの言い方してる。おもろいなぁ。いや、でも6歳。笑かしてもらいました、ほんまに。いやね、ほんま皆さんがすごいから。なぁ。
すごいね。こっちは楽しんでるだけというか。やっぱ俺らがそのなんかガラス張りで誰も聞いてなかったラジオとは違うということですね。全然違う。こんな聞いてくれてるとは。嬉しいな。なんかこうやってなんかラジオってこう作り上げていくみたいな。で、あの時やってたのはラジオじゃなかった、あれ多分。1年間お便りゼロでようやったで、あれ1年やってた、ほんまに流れてました、あれ。なんかね、聞いてたんかな、あれ。かわいそうやから、なんかやらしてくれたかな、あれ。流れてないけど、ラジオごっこみたいな。いや、ほんまにもう、まあ、ね、またやりたいですよ、ぜひ。いや、ほんまにね、うん、やりたいっすね。いや、ね、ほんまにやりたい。来週菅田将暉さんいいかな、来て、来るだけ来ようか。一回来るだけ来てみて、うん、菅田将暉さん入れてくれるかどうか、ご挨拶だけちょっとして、うん、鍵閉められたら帰ろう。まあ、外で見て、うん、外で見て、もし入れたら、入れたらね、入りたいですけど、ね、いや、嬉しいわ、ほんまに、はい、ね、最後何か言い残したことないですか、小川さん。いや、ほんまに乳首グリーンマンだけちょっとあれだけちょっと一回ネタ作りましょう。あれで作ろう。この人のためにも作るか、一本作りましょう。ちょっとね、いいワードですから。そうやな、乳首グリーンマン、乳首グリーンマンさん、はい。あ、金玉フラッシュアンドもありました。ということで、いろいろありましたけども、はい。またね、ぜひ、ちょっとぜひ聞いていただきたいと思いますし、これからミルクボーイも頑張っていきたいと思います、はい、ということで、本日はありがとうございました。ありがとうございました。